どうも、ズーモです。今回なんですけれども、新武器のソードフィッシュでしたっけ？あれのご紹介をしていきたいと思います。でね、新武器出てね、あれは一体強いのか否か気になる方も多いんではないでしょうか。ということでね、今回は、ね、新武器を使ってきました。で、初手はハイチョック降りてるんですけども、ワンパ被ってるのかな？でね、初手からフェネックを拾ったんでね、これはもう突撃するしかないという感じで、ね、SMG2 丁を持ってね、敵を倒していきます。このヘリもね、逃げずにこう、届くまってくれたんでね。ああ、逃げてきましたね。で、ちょっと弾がないのでね、ここは M4 に切り替えて。お、SMG の弾ゲット。で、多分海に落ちてったんでね、ちょっと追いかけましょうか。いる。いや、全然当たらなかったな。これで、ね、海の中からやれるかと思ったんですけどね、ちょっと微妙に当たらずって、手前にも一人いますね。多分、左に、ああ、でも二人いますね。また別パーがいるんか。スーパーぐらい来てたのかな。で、一人ここに隠れていきましたね。どこだ？また。ああ、刀なんか申し訳ないな。ちょっと刀申し訳なかったんですけど、これ倒して3キルと。で、もう一人いたんですけども、逃げられちゃったんですよね。なんで、あこら辺に敵がいるよということで、あこら辺見てたんですけど、上から撃たれてますね。さあ、ここね、多分一発ぐらいやったんじゃないかな。あとちょっとってところでね、やられちゃいました。まあ、ナイスカバーですね、今のは。いい感じについてきてくれました。はい、ということで、今からガンスミスを取っていきます。で、これで、ね、ソードフィッシュを持っていくんですけども、まあね、今回はちょっとね、本音を言おうというか、まあ、個人的な意見なんですけども、個人的な意見を踏まえて、説明していきたいと思います。まずいますね。あ、ここはちょっと武器を持っててなかった。まあ、いますね、ここ。ね、このね、バーストなんですよ。で、カスタムではね、マガジンを5発、5発撃てるカスタムにしてるんですけど、まあ、全部当たれば強いんかな。全部当たれば強いんかもしれないんですが、でもね、やっぱバースト撃ちってことで、やっぱその、撃った後に若干、その、間があるというか、それでね、連射することができないっていうのがあるんでね、そこはまあちょっとネックなんかなっていうふうに感じましたね。で、火力は別に悪くないと思うんですよ。あの距離でも23とかダメージ当たってるんで、5発全部当てれば100発、100ぐらい、100ダメぐらいはいくとは思うんですけども、まあそれを2マガジンというか2回当てれば、おそらく敵はダウンできるかな。なんで全部当てることができれば、キル速とかも速くなってくるんじゃないかなっていうイメージなんですけども、まあ僕はね、バーストあんまり得意じゃないんですよ。そもそも。なんでね、ちょっと皆さん使ってみてどうなるかとは思うんですけども。さあ、ここも敵いますね。あ、ここいますね。で、何しろね、ちょっとエイムが結構難しいんですよ。バーストなんでね。このね、わかります ?2 発ぐらい外したらもう3発しか出ないわけじゃないですか。ね、ここもね、ちょっと全然やりきれないっていうね、この間のあったりとかね、こうやって逃げられちゃうするんですよ。なんでね、結構難しい武器になってるんじゃないかなと思います。5発出るとはいえ、ね、最初の初段からね、こう全部、こう当てたとしても、今までに多分2回ぐらい当てたと思うんですけども、やりきれなかったって感じですね。あれが全部当たれば、どうなんですかね。ちょっと局面によるかな。ちょっとここはやばい。HP がやばい。ここで、ね、蘇生して回復していきます。ね、あの間の時間がちょっともったいなく感じちゃうんですよね。それだったらもうちょっとレートの速い AR の方がキル速が速くなってくるんじゃないかなと思います。なんでね、もう結論言っちゃうと正直これはメイン武器にすることは僕はないですね。全然47とかの方が強いって感じるので、まあレギュラー入りはなしかなっていうのが個人的な意見になります。でね、意外と腰打ち精度が良かったんですよ。なんでね、その腰打ち精度っていうのを今、このカスタムはちょっと振ったりしてるんですけども、まあね、アイアンサイトがこんな感じでね、見やすくなってるんですけど、まあ、腰打ちですね。腰打ちも悪くないんですが、とはいえね、腰打ち使う場面ってほぼ近距離じゃないですか。でも近距離になったらね、まあここ見てもらうとわかるんですけども、ね、ここで迷ったんですけども、まあ、フェネックの方が明らかにキル速が速いんですよ。ね、近距離はフェネックがめちゃくちゃ強いんでね、でそうなったら別に腰打ち仕様として使う必要もないなっていうことも、あって、で、中距離ってなった時に、まあ、バースト、そんな反動がめちゃめちゃないとか、そういうわけでもない気もするので、まあ、ほんと扱いにくい武器になってるんじゃないかなとは思います。
多分ね、マルチプレイとかだったらね、5発、一発で当てれるんでね、強いかもしれないんですけど、バトロワに関しては、ちょっと微妙っすね。うん。ちょっと微妙かなっていうのが、僕の答えかな。さあ、じゃあ遠距離はどうなのかちょっと見ていきましょうか。奥にいますよね。ね、若干反動があるんですよ。ちょっと反動があるんですけども。まあ、なんせね、連射できないのでね、バーストなんで、追いエイムっていうのもなかなかちょっと難しかったり。するんですよね。さあ、追いますね。まあ、さすがにね、SR に抜かれるわな。さすがに無理か。ね、これちょっと蘇生してもらって。さあ、これ回復していきましょう。ね、弾を当てることができなかったらね、相手にヒットフリンチ当たることもできないんですよ。なんでね、いかにこの5点バースト、まあ3、普通だったら3点なんですけど、いかにこのバーストを前段当てるかが鍵になってくる。そんな武器な気がするので、まあよっぽどエイムがいい人とかだったら強くなるのかな。エイムが良ければ強くなりそうな感じなんですけども、中距離とかだったら強そうですかね。遠距離はちょっと微妙かな。で、近距離もちょっと微妙かな。ちょっとこの場所悪いんで、一回車で移動します。車線切れてないんでね。で、こう1番3番乗せていきましょうか。あ、でもね、味方がね、上を取ってね、上を取ってたスナイパーを倒してくれたんでね、これは結構楽な展開になるんじゃないかな。なんで僕らも上取っていきましょう。アンチ的にもね、この上ら辺が強そうなんで。お、残り2チームになりました。残り2チームで、あと1人ですね。なんでまあ、そこまで車に行くね、ここ、あ、ここにいるっぽいですね。なんで、あとは徒歩で詰めていきましょう。さあ、出てくるかな？多分ガソスタかな？ここら辺にいるんですよね。あ、ここっぽいですね。ちょっとずつ詰めていきましょうか。まあ、4人いるんでね。さすがにカバーがいるので。まあもう、ほぼ勝ちではないんじゃ、勝ちではないでしょうか。下はいるかな？なんで結構ガンガン突っ込んでます。あ、もう下いないですね。あ、でもグレ飛んできてるな。あ、この奥か。あ、この奥いますね。あれじゃない。もっと当てられた。あ、ここか。あの裏っすね。あ、やろうと思った味方が倒し GG ということでいかがだったでしょうか。趣味的に皆さんもぜひ使ってみてください。それでは、また。